毎週この時間は今日から学ぶイングリッシュのコーナーなんですが、はい、今日シャンドラ先生は夏休みということで、はい、今日はいつもと違う先生お呼びしております。はい、はい、ということで今日はですね、特別バージョンとして今日から学ぶヒンディー語、ヒンディー語、はい、ということでですね、講師の先生はラジャカフェ&バーのラジャ先生です。お願いします。ナマステ。インドから来ましたラジャです。よろしくお願いします。ラジャ先生よろしくお願いします。インドからわざわざ全然違う、京都で住んでます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕が今日はちょっとアシスタントさせていただくことになりまして、はい、僕ラジャとはすごい仲良しで、もう何年もお付き合いしてて、うん、まあ、ご飯行くなんですね。6年ぐらいからずっと仲良しです。もうそのうち結婚してもいいかもね。何笑ってんねん。何笑ってええやろ、ラジャで。何どうすんの。だから今日はお二人に、僕は結構一緒におるからヒンディー語に慣れてるとこもあるんで、精通してるんで、はい、お二人全然知らないでしょ。はい、ちょっとね、はい、なんでお二人をちょっと賢くしますんで、生徒、はい、お願いします。今日は、はい、はい、はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、まず簡単なとこから行きましょうか。はい、挨拶じゃあ、はい、こんにちは。これヒンディー語でなんて言うでしょう。これは有名ですもんね。ねえ、これいつもこれ分かります。さっきね、一緒にやりますか。はい、はい、せーの、ナマステ。なんてさっき言うねん。おすごいな。なってるか言ったかやろ。いやー、すごいな、賢い、ここ素晴らしい。本当やな。なんて書くねんか。なんて答え書いてんねん。書いてるやな。ナマステ、正解でございます。いや、ナマステって言います。そうですね。英語で書く、まあ、ナマステって書くんですよね。なるほど。ちなみにヒンディー語で書くと、はい、こんな感じになるんですよ。これですよね。見たことあるでしょ。ほんまに？ほんまに、ほんまですよね。ほんま象形文字とか、なんか絵画みたい。ちゃいますよ。ナマステーですね。ほんと？ナマス。ほんま4文字な。これラジャが書いてくれたんですよね。そう、ラジャが書いたよ。これはナマステもめちゃめちゃ便利ですよ。誰でも、まあ、例えば、年上とか、スターあるとちょっと違うあるんですよ。年上とあると、ナマスカールですね。上の人には、ナマスカーっていう。ナマスカール？ナマスカール？そうそう、丁寧に。で、同じ年とスタールとナマステで言うと、じゃあナマスカールとナマステを覚えておいて使い分けることができれば、はい、向こうの方はお喜びになりますよね。めっちゃ喜ぶ。絶対ナマステはヨーみたいな感覚に近いってこと。そうそうそう、ハーイとかハローとかでこんな感じで。でもそれだけじゃないんですよ。ナマステって他にも意味あるんですよ、ね。うん、あるある。例えばもし元の日本語ありがとうあるですね、はい、もしそこありがとうインドで覚えてないとそこでナマステで言う。そうなんですか。言葉はあるけども、ナマステでもありがとうでもいいと。気持ちな。ナマステ。感謝の気持ち。感謝の気持ち。これに合うので、いただきますもナマステ。そう。でもいいもん。まあ、そうそう。インドはあれが、いただきますないですね。ないから。そこでナマステ。感謝を。行ってきます。ナマステみたいな感じで。行ってきます。発音は違うもちろん。そこなのちゃんと丁寧でな。あ、丁寧。挨拶みたいな。じゃあナマステと、もう一つ、ナマスカ。ナマスカ。ナマスカ。両方は2つ覚えてると素晴らしいです。はい、どっちも覚えておいてください。覚えました。はい、じゃあ次の問題いきましょう。はい、じゃあありがとう。ありがとう。ありがとう。ナマステじゃないの。ナマステとナマスカールじゃないの。ナマステでもいけるんですけども、そのよりありがとう。そう、深い感謝。深い、ちゃんと感謝するという。もっと丁寧ですね。もっと丁寧。はい、まあ言ったですね、もし覚えられないとそのそこでナマステ言ってもいいし、もし覚えると名前はダンネワード。答え言ったか。言ってもた。答え言ったかの先問題やから。言った。そうか、そうか。ダンネワード。ちなみにね、何がちなむね。何がちなみに。何がちなみやねん。分からんかったでしょ、どうせ。いや、分からんかったけど。どうせ分からんかったでしょ。ほんならもう時間の問題やから。はい、もう先言いますわ。ラジオ、ありがとうは。もう一回発音は。はい、ダンネワード。ダンニワード。そうそう、ダンニワード。ダンニって感じですか。ダンニワード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 。言ったらナマステよりも最高、ナマステでもありがとうって意味あるけど、ダンニワードって言うと最高級の大感謝みたいな。丁寧ですね。本当に感謝して。誰でもダンニワードな。ダンニワード。ご飯食べて後でもダ
世界で本当ナマステの種は覚えるとインドはいける。もうこの2つで全然インド回れます。いけるわけない。いや、いけるいけるよ。外国人も同じや。日本来てもこんにちはありがとうでは。その2つやん。俺くださいとかもあるやん。いや、ダニワードで。いや、ダニワードで。いけるわけないやろ。インド人も優しいよ。優しくても。優しくてもやって。ダニワード。ダニワードはヒンドゥー語で書くとどうなるんですか。書くと、大体こんな感じになるよ。これまた可愛らしいですね。あれ、ちょっと間違えた。わからん。間違えたかどうかもわからん。何が正解かわからん。間違えた。わからん。多分これでも俺らはわからん。こうなんやと思うもん。こうなんや。ダニワード。ダナヤワード。ダナヤワード。そうと書いてる。ハンソは素晴らしいですよ。最高。じゃあ次逆にしましょうか。逆にあのヒンドゥー語で喋りますんで、ラジカ。なんて言ってるか日本語訳に変えてください。お二人。わかりました。じゃあ第一問お願いします。メラナムラジャハイ。メラナムラジャハイ。ラジャっていうのはお名前のことですか。すごいポイントさんのラジャ。メラナムラジャハイ。メラ妖怪人間メラナムラジャってとか。違う違う違う、入ってないです。ほんで、はいって言ってんちゃう。そうそうそう、ナームって言いますけどね。ナーム、メラナームラジャ、ラジャ、はいって言うこと。ラジャって言って、はいっていうこと。いや、そうです、一人二役とかないですよ。ラジャさん、ラジャさんで、メラナームラジャ。これでもなんかネームに近いじゃないですか。そうだね、メラだから、マイネームイズラジャみたいなことじゃないか。おお、どういう日本語に直すと、メラナムラジャハイ。いや、そんなに日本語ないやん。私の名前はラジャです。あ、そうそう、大正解でございます。大正解。素晴らしい、素晴らしいな。ね、これはメラナムラジャ。でも英語に、英語に、これ私の名前はラジャですって言ったよね。でもメラナムラジャハイ、はい、順番は日本語と一緒なんですね。そうなんですよね。同じ、同じ。これ並びがそうなん、いいとこ気づきましたね、オラさん、さすが。これは英語逆ですもんね。すごい、伸びますよ、ここから。そうそう、インドはめっちゃ簡単よ。日本語と文章一緒。一緒ですね。英語あると逆やるやん。私はメラ、名前はナム、ラジャラジャ、ですはハイ。覚えやすい。インド人もハイハイ使うんですね。とか、もう単語だけ覚えれば。ほんまやね。すぐですから。ですはハイやと思う。そう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 。はい。じゃあ次の問題、これ日本語に訳してください。はい。アップかパサンデかボージャン、ギャヘ。これは簡単ですよね。え、これ何？アップかパサンドかボージャンキャーヘイ。アップかパサンドかボージャンキャーヘイ。アップかパサンドですか、ボージャンキャーですか。それを何かって言ってるんですよ。それは大体なんかわかるでしょ。その感じはわかる。クエスチョンもついてるから。そこが大事。カレーにしますか、ご飯にしますか、何にしますか。ナンはナンでしょ。いけるいけるいけるですね。そうそうそう、ちょっと似てる。まあちょっと近いけどな。なんかカーがオアみたいなことになるんじゃない。そうそうそう、ね、いい感じ、いい感じ。え、パッアップか、ちょっとヒント、なんかジェスチャーちょうだい。ジェスチャー、あ、ジェスチャー。じゃあアップかパサンドは何ですか。俺に言って。はい、アップかパサンドかボージャンキャヘ。はいはいはい。あなたが、あなたがカレー作りますか、私がカレー作りますか。なんでそうカレー作りの。これな、タロさん、食べる食べる。あ、オッケーオッケー。食べる食べる食べる。だから、あなたが食べますか、私が食べますか。違うって。あなたこれからご飯食べますか。あなただから食べるけど、私と、あ、一緒に食べませんか。違う、あなたの好きな食べ物は何ですか。そんな言い方すんねん。分かる分かる。正解発表は、正解はこちら、あなたの好きな食べ物は何ですかって言ったんですよ。それがカーガオアみたいなことやん。全然違うやん。だからちなみにラジャは好きな食べ物は何ですか。私は花丸うどん食べるですね。花丸うどん1週間5回食べてる。いや、そこカレーって言ってほしかったけど、花丸うどんが好き。なんでカレーやねん。カレーは夜、カレーは夜だよな。昼は花丸丼食べる。うわ、もうセルフの丼。いやいや、正解はっきり言うと、一番美味しいは、ここ一番知ってる。
コ一番のカレーが一番好きやん。だインド人もびっくりなんで、もっと辛いみたいなカレーが好きなんじゃない。ラジャは辛いの食べられへんの。ココイチでも普通のがあれ辛いなって。いやいや、ほんまに食べるとめっちゃ汗出るな。めちゃくちゃハゲてる。今も見て汗出てる。買うとき買うとき光ってた。あなたの好きな食べ物は何ですか。アボカドサンドかフォージャンキャッパイでございます。覚えておいてください。はいはい、じゃあ最後の問題いきましょう。はい、そうですね。まあ、最後は田辺さんの田辺さんかチェヘラバンダルジャサディクターへ。田辺さんはいつもチェラチェラしてますけど。チェラチェラってなんや。チェラチェラのことをチェラチェラ。チェラチェラってまずなんや。その日本語がないから。チェラチェラでしょ。田辺さんはチェヘラ。チェラチェラ。バンダル。ジャイさん。ディレクター。田辺さんはいつもチェラチェラしてますけれども、あ、ディレクターは大丈夫ですか。そんな心配すな。ディクターが。ディクター、ディレクター。バンダル、バンダル、バンダル。バンダル。バンダルじゃだけじゃ答え。バンダル。ゴリラ。大騒ぎ。あ、似てる。近い近い。バンダルはだけ言いますわ。それは猿です。猿。猿。猿です。猿。田辺さんは、うん、猿年の相方を持ってますか。いや、俺猿年やけど。俺猿年やけどさ。田辺さんは。ネットカさんやろ。いつもチラチラしてますけど。チラチラってない。チラチラの星に行くんですね、オーラさんは。猿と間違えませんか。あー、でもちょっと近いですよ。だいぶ近いですよ。はい、正解は。正解は、うん、何でしょう。田辺さんかチェヘラバンダルジャサディクタイ。田辺さん、そうそうそう、田辺の顔は猿に似てます。なんでそんなんで英文で持ってくんだよ。いやいや、田辺さん、すごいわ。インドでな、猿の、結構猿は神様だよ。これ褒めてんねんな。めちゃめちゃすごいよ。見た目田辺さん素晴らしいよ。ほんま、インドで見た目気に入られてますよ。いやいやいや、ほんまに、Google で一回チェックしてたよ。ハヌマン。Google で、いや、ちょっと、もうそんな、本人に聞いてる方が俺、心配する。めちゃラッキー、めちゃラッキー。猿はもう神様のな、説やから。ほんなこう褒め言葉なんですね。嬉しい。田辺かチェヘラハンダルジャイさん。これはだから日本語に直すとすごい文句ですけども、そうそうそう、あのままインド語で言うてればすごい褒めてる。あ、そう、本当もう和訳せんとってください。和訳を消してください。いや、いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日はちょっとラジャさんに来てもらったんで、はい、ラジャのお店はどんなお店ですか。はい、あ、そうですね、私は京都河原町ですね、ラジャカフェバーやってますよ。はいはい、ラジャの店のおすすめはスムージーのお酒ですね。スムージーのめちゃめちゃうまいし、はい、もちろんカレーもあるし、カレーもあるし、はい、まあ、カレーはそこまでおすすめない。絶対おすすめは、はい、スムージー、まあ、辛いの嫌いやもん。いや、辛いの嫌い、まあ、辛いは国一おすすめやな。だからあのお菓子とか美味しいの出してくれるで。いやいや、カレー食べたいって。カレーもあるし、だからあのヒンドゥー語も教えてくれるし、で手相も見てくれるから、そうそうそう、手相も、それも見れるから。それで、まあ、マジックゲームも最近やってる。マジックゲームカードもできるから。全部やってくれますんで、頑張ってますよ。ぜひボードゲームとかもあるし。俺そんなやりに行きたないわ。ケンタマンも置いてるからね。ケンタマンもある。俺カレー食いたいって、そんなに。ラジさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日から学ぶヒンディー語のコーナーでした。